マリアーノ・ジー・バレオは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。ベンジャミン・フランクリン級原子力潜水艦の11番艦。艦名は、マリアーノ・グアタルーペ・バレオにちなむ。マリアーノ・ジー・バレオの建造は、1963年8月8日に、ベアアイランド海軍造船所に発注され、1964年7月7日に、寄港する。1965年10月23日に、 パトリシア・オーブイ・マクゲティガンによって、命名、浸水し、1966年12月16日に、ブルーハン艦長ダグラス・ビーグース中佐及び、ゴールドハン艦長ジョン・ケイ・ヌネリー中佐の指揮下、収益した。マリアーノ・ジー・バレオは収益後に市海岸沿い、カリブ海を及び、フロリダ州沖合で、成長訓練を行った。1967年3月21日に、 パナマ運河を通過し、母校の真珠湾に向かう。真珠湾には4月10日に到着し、訓練と超音公務を行った後メアアイランドに帰還する。その後8月1日に真珠湾で第15潜水船隊に配属される。マリアーノ・ジー・バレーオは1995年3月9日に退役、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで、 原子力艦載利用プログラムに従って解体され、作業は1995年12月22日に完了した。マリアーノ・ジー・バレーオのセール部分はメアアイランドで記念物として保存される予定である。ありがとうございます。